はい、こんにちは。どっちがでかいかと。2の π 乗と π の2乗。いや、これは、それはこっちの方がでかいじゃんっていう感覚通りで正しいんですけども。で、一応 π と e の値。で、e が出てくると、文献で知らんっつって逃げちゃうかもしれないんですけど、e を扱わずに解く方法も説明します。なんで、文献でもわかる内容だし、まあ、一応、ごく普通、まあ、何が持って普通かはわかんないですけども、この手のタイプでよくありがちな、まあ、関数を使って考える方法は、まあ、数算ですけども、それと、まあ、そんなの全然使わなくても、出ちゃうという方法を両方説明したいと思います。で、まあ、まず、これはごく普通にというか、よくありがちなやり方として、まあ、対数取ってもいいですし、まあ、私は両辺を 2π 分の1乗ですか。2の π 乗の 2π 分の1乗すれば、指数法則これ掛け算していいんで、これは2の2分の1乗って、まあ要するにルート2になります。で、そしたらこっちが、π の π 分の1乗になるんで、π の π 分の1乗。すなわち、x の x 分の1乗っていう関数を、のグラフを考えて、まあ、もしもこの関数が単調増加だったら、それはこっちの方がでかいですねと。で、単調減少だったら、こっちの方がでかいですねと。で、まあ、極値があったら、場合でも、まあ、極、まあ別にこうかもしれないですけど、まあ単調な区間に両方収まれば、同じ話だし。で、極値をまたぐ場合、またぐと、どうしようってなっちゃうんですけど、で、実際これはまたぐんですが、まあ、またいだ時の対処の仕方を考えるのが、この問題のポイントということになります。で、じゃあまず、この関数のグラフを考えるのに、y イコールとして、まあ一応 x は正としておきますと。で、まあ、これは対数微分法。両辺に自然対数、t、e。t が e の自然対数。これ、一般的には、世界標準ではこれ、こう、din。まあ、なんて発音するかわかんないですけど、ln と表記するのが普通で、実際、電卓アプリなんかも全部これになってるんで、まあ、これでやっていきます。両辺に自然対数取って、y。で、対数なんで、指数は前に出せるんで、x 分の1、x。で、左辺、x で微分すると、y 分の y だし、まあ、この辺は合成関数の微分はちょっと説明は省略して、まあ、こういうもんだと。まあ、わかんない方は思ってくださいと。で、こっちは、まあ、微分、x 分の1微分すると、マイナス、x 二乗分の1。さすがにこの辺は、慣れちゃったんで、まあ、いちいち、まあ、つい、まあ、こうして、微分して、マイナスが前に出て、で、ここ1個減らすから、x のマイナス2乗というふうに考えれば、まあ、まあ、この、ここがマイナスでも OK だとするならば、こういうふうにしてあげれば、これがまあすぐ出てくると。で、微分そのままだから、そのまま。で、そのまま。で、これ微分すると、x 分の1なんで、x の2乗分の1と。なんで、x2 乗分の1で隠れて、こっち先に書いて1引く、そうすると y' は、両辺に y をかければいいんで、y ってのは x の x 分の1乗なんで、x の x 分の1乗かける、x2 乗分の1、括弧1引く、こうと。で、まあ、これも0、これは0にならないし、これも0にならないんで、0になるとしたら、これが0になる。これが0になるのは、x イコール e の時と。で、x が、限りなく0に近づくと、この関数っていうのは、ゼロの無限上ですよね。まあなんでまあゼロに近づくでしょうと。ということで、まあゼロにはならないけどゼロに近づくと。で、x がゼロと e の間だったら、これは1よりちっちゃい数なんで、そうですね。で、対数関数は、こう。ですね。まあ、1よりちっちゃい、まあ、マイナスですよ、さらに。マイナスなんで、あ、まあ別に e まで来ればプラスですけど、それでも、e で1なんで、1よりちっちゃい数を引き算するんで、こうプラスですと。なんで、この間は増加。0から e までは増加。まあ、どんな風な変化かわかんないですけど、とにかく増加してますと。で、そこから先、e よりでかくなれば、1引く、1よりでっかい数引き算するんで、負ということで減少と。で、x が無限にでかくなると、無限の0乗ですよね。まあなんで1に近づくでしょうと。まあ1。
に、まあ、近づいていくと。まあ、実際に描かせるとこんなような、山には、ほぼ山に見えないような状態なんですけど、まあ、こんなような一応、E で極大と。で、そうすると、さっき言ったように困った状態っていうのは、2と π が、極地をまたいでると。これが、この軸が、まあ、放物線の、上一つの放物線みたく、軸に対して左右対称だったら、それは軸に近い方がでかいですけど、これ別に、どんな形かちょっとよくわかんないんで、あ、どうしようってなった時に、これって x の x 分の1乗っていう関数なんで、ここは2の2分の1ですよね。で、2の2分の1は実はこれ、こっち側のある値と同じなんですよね。こっち側のある値と同じ。何かっていうと、4の4分の1乗。これって2の2乗の4分の1乗なんで、同じなんですね。ってことは、2と4が同じで、その手前にある π は、これよりもでかいということで、こっちがでかいということが分かったということになります。で、実際こんな難しい関数はいらなくて、2の π 乗、π って 3.14 でしょ。2の3乗で8。π は3よりでかい数だから、これは明らかに9よりでかいですよね。でも、点14があるんで、もしかしたら9超えるのかな、ちょっとよくわかんないっていうところなんですけども、超えないことが示せればいいということで、ここら辺のこの値を使ってやると、2の π 乗っていうのは、2の 3.14 乗よりでかいですね。で、2の、この7分の22っていう値は、よく中学受験なんかで、別に 3.14 の小数点以下の小数の計算させたいわけじゃなくて、図形的なことを計算させたいというときに、時々使われる演習率。3.142 ぐらいなのかな。まあ、比較的簡単な分数で π に近い値ということで、時々使われる演習率で、まあ、半径が7の倍数とかだと綺麗な数になると。で、3の2乗が9で、それよりもさらに π の2乗がでかいですよね。だからこの2つの勝負をして、こっちの方がでかければ、それはもうこれとこれの勝負はもう一目瞭然ということで、これがこれとこれの勝負すればいいと。で、これとこれの勝負するのに、両辺とか両方を2分の7乗すると、こっちは2の11乗ぐらいは計算可能。2分の7乗すると3の7乗。これも計算可能。で、2の11乗は1024の倍だから2048。で、3の7乗はまあ、覚えてなくても3の4乗が81で、3の6乗はこれに9かけるから729。の、さらに3倍なんで、2100超えるんで、まあ2100以上。なんで、こっちの方がでかいということで、こっちの方がでかいということが言えましたということになります。で、以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。